西武001系電車は2019年3月16日に運行を開始した西武鉄道の特急系電車である。愛称はラビュー。8両編成7本系56両が導入され、2019年にはキッズデザイン賞とグッドデザイン金賞を受賞し、2020年には鉄道友の会のブルーリボン賞と日本国内の鉄道車両では13年ぶりに威風。 デザインアワード2020を受賞した。本系列は1万系ニューレッドアローの後継車両として製造された。愛称のラビューは以下の頭文字に由来する。本形式は今までに見たことのない新しい車両をコンセプトに掲げ、以下のデザインコンセプトをもとに設計された。デザインは以下の人物が担当、監修した。 外観球面形状の全面デザインを採用し、全面窓は曲線半径 1500mm の3次元の曲面ガラス、客室窓は縦 1350mm 横 1580mm の大型窓ガラスとなっている。車体はアルミニウム合金製車体を採用し、周りの風景が溶け込む、ようシルバーメタリックの塗装が施されている。前面には、 貫通扉を有し、地下鉄直通が考慮されている。また、全消灯の周囲には、イベント時などに、スマイルを演出するために、感情の LED が取り付けられている。笑い顔を模した表示など4種類の点灯パターンが用意されており、上面室内、スマイル表示ボタンからの操作で切り替えることが可能。塗装には、大日本塗料の、スーパーブライトナンバー2000を採用した。 この塗料はこれまで自動車のアルミホイールやホイールカバーなどに使用されてきたが、鉄道車両の外反塗装への採用は初めてである。車内大きな窓と白を基調とした明るい客室には、温かみのある黄色を基調としたシートが配置されている。シートは体を柔らかく包み込むソファのようなデザインになっており、背もたれの枕は背丈に合わせて手動で調節できるようになっている。 肘掛けには小型のインアームテーブルが設置されている。照明はシンプルな曲面天井からの間接照明になっており、時間帯によって光の色を変えられるようになっている。エントランスは黄色を基調としており、床にはダークグレーの人造大理石が敷き詰められている。また、一部の壁には曲面デザインを採用し、壁面に寄り描か,かれる余裕のある空間となっている。 社内自動放送は日本語、久野智美、英語、松代雄星が担当している。また、社内チャイムは、福島直也が作曲したオリジナルのものを使用している。社内案内表示装置には、三菱電機が開発した大型液晶2画面一体型、トレインビジョンシステムを採用している。制御装置は三菱電機製のシックモスフェット、そして企用パワーモジュールを用いた。 PG センサレスベクトル制御の2レベル、VVVF インバータ制御装置を採用した。1台の制御装置に、主電動機の4台並列接続を1ユニットとし、これを2ユニット並列接続した 1C4AM に、軍構成としている。形式は、MAP-178 から 15V-322。補助電源装置は、イベット素子を使用した。 東洋電気製造製の大気二重計、静止系インバータを編成で2台搭載している。台車は川崎重工製のボルスタレス台車が採用された。軸断付機の軸量式で T 車がキロワットマイナス 218T、M 車がキロワットマイナス 217M。両戦闘車には同様防止装置が取り付け、中間車も準備工事がされている。 主電動機は三菱電機製の全密閉式3、消火後形誘導電動機となる。終電装置は、東洋電機製の PT7116D で、電磁鍵外し装置と加工検知器を装備、M1、T1、M5 車の反応型に搭載。電動空気圧縮機は三菱電機製 M y、NV1600Y-3B を M、M2、M6 車に搭載。 T1、T3 車は準備工事とされた。空調装置は HRB354 から1を各社1台装備する。主に池袋線、西部秩父線の特急列車、秩父、武蔵として運用されている。2019年3月16日のダイヤ改正より定期列車としての運行を開始し、2020年3月14日のダイヤ改正をもって池袋線、 西武秩父線の特急は本系列で統一された。なお、2021年2月現在、新宿線での定期運用や、東京メトロ有楽町線、副都心線への乗り入れは予定されていない。ラビューに関するカテゴリー、ありがとうございます。